こんにちは。バンハナビューティーのミキと梅田つとや店の木口です。さおちゃん、今日で2回目になるんですけども、はい、あの前回宿題にしてたグーチョキパー、はい、お家でちゃんとしてくれてましたか？あ、はい、毎日欠かさずグーチョキパーのマッサージをしていることで、うん、すごくリフトアップとたるみがなくなりましたね、うんうん、そうやね、すごいキメも細かいし、あの針も出てる感じはすごくします。あとラインの方とかもしっかり出てますし、あとはちょっとね、ここちょっと待って、ちょっと待って、また二重顎になってる。本当にちょっとだけ、もうちょっとだけ、ちょっとさとみちゃんに似せていくのにもうちょっと時間がかかるんで。はい、今日は骨から石原さとみを目指しましょう、はい、では野崎指導員。はい、アカデミー講師野崎です。本日小顔矯正ということなんですが、まず体のバランスから見させていただきたいと思います。まず最初に足元です。樋口店長の場合ですね、大脚気味で少しここに隙間がある状態です。まあ、内ももがちょっと弱いっていうのと、この外の筋肉の張りが出ている、まあ、このお尻の筋肉まで張りが出ている状態です。次に横向きましょうか。次にですね、お尻が後ろに出ている。この状態はまずお尻の張り感が強いということと、腰に反りができてしまっています。今この腰周りの血流であったり、リンパの流れっていうのは、良くない状態になっています。さらにですね、ここから上がっていったときに、背中が少し丸まって、肩が巻いてきてしまっています。で、この状態というのが、胸郭出口、この鎖骨のすぐ下のところが詰まった状態ができています。顔の周りのリンパであったり、血流の流れも良くないので、ここを整えていきます。で、今横から見たときに、肩のラインよりも首が少し前に出てしまっているので、顔の筋肉や皮膚が前に下がりやすくなっています。今日はですね、この足元、骨盤、この肩というところから調整して、頭の位置をまず下げることを土台に施術していきます。で、正面に行きましょう。最後にですね、この顎のライン、ここのバランスを整えて、顔全体をグッと中に押し込みながら小さくしていくという流れで、本日は施術していきます。すごいドキドキします。楽しみです。はい、それではお願いします。痛いですか？めっちゃ痛いです。どこが痛いですか？お尻ですね、座骨。ちょっと待ってください、ちょっと気まずい。本当に無理、汗がすぎ。ちょっと待ってください、本当に。シャオリン、どうですか？つままないで、痛いです、痛い。もう足切れやからな、私も。ちょっと待って、ほんまに。ちょっと待ってください、もう本当に痛いです。もう靴下が、靴下がちょっと痛いです。 OK。
サルちゃんお疲れ様でした。どうでしたか感想は。いやもう本当すごいすっきりした感じがやっぱり終わった後ありましたし、うんうん、まあ初め受けてる時はちょっと痛かったんですけど、うん、はい、でもやっぱりこう終わってから、あ、ちょっと待って、今の角度石原さとみみたい。あ、めっちゃ綺麗。さすが野崎先生やね。皆さんどうでしょう。すごいこの辺の小顔になってて。そうですね。痛かった？結構ちょっと痛かったんですけど。めっちゃ綺麗。本当綺麗。なんかもう別人。あ、本当ですか。それではさらにさおちゃんも石原さとみにもそっくりに、はい、街を歩いてたら間違えられるぐらいのメイクしていきたいと思います。お願いします。お願いします。石原さとみちゃん完成でーす。すごい可愛くなったね、さおちゃん。ありがとうございます。横から見てる時の、はい、感じが全然違って、ちょっとカメラの方に分かるように映してもらったら分かるんですけど、はい、顎のラインがすっごくシャープになってきて、はい、あとここの面積もすごくちっちゃい、あと頬骨の高さ、これも中にグッと入れてくださってるので全然顔がちっちゃく小顔になってきたと思います。ここの面積もねだいぶこう短くなってきてますので、はい、ね、じゃあお顔の表情筋も、体の筋肉と同じで使っていないと衰えてきます。でそこで前回はグーチョキパーで顔の下半分を動かしていきました。なので今日は上半分を動かしていきたいと思うので、今日は眉毛のストレッチをこの1週間またしていただこうかなと思っております。はい、では目の周りの筋肉を上げているっていうのは前頭筋、周鼻筋、眼輪筋、この筋肉の緊張を緩めることによって衰えた筋肉を強化させていくことで目を大きくさせたりとか、まぶたの脂肪の燃焼、これも手助けしていってくれるんですね。ではやっていきましょう、はい、じゃあまず猫の手、今日は猫の手でいきます。猫の手でおでこをピッと当てていって緊張をほぐしていきます。ぐる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 、ちょっとほんまにやってるからちょっと化粧取れるかもしれないけど、ぐるぐるぐるっと回していきます。そうすることでおでこのシワっていうのもこれ薄くなってきます、はい、でその次、親指と人差し指を眉毛ピンチする感じ、つまんでいきます。そうですね、はい、はい、でこれをぐー1、2、3動かして、1、2、3 箇所していきます。次、眉毛の下、眉山の下ですね、ここを加藤ちゃんペーの手で当てていきます。眉の下当てていきます。それを楕円形の方向にぐる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 と動かしていきます。1、2、3。ちょっとカメラ映ってない時は皆さん本気でやってみてください。今日はちょっと私たちメイクしてますのでかなり優しくやってるんですけども、垂直に押して優しくではなくてしっかりと筋肉を動かしていくんですね。次、4番目三軸を押していただいて、そこから眉毛を上に上げていく。1、2、3、4、5。筋肉が固まってくると顔にデコボコ凹凸が出てきますので、眉毛とかも描きにくくなったりとか、あとお肌に滑らかさがなくなっちゃうので筋肉をしっかりと動かしていきます。で最後、下まぶた、これ結構難しいんですけどそうですね、はい、下まぶたをピクピクと動かしていきます。眼輪筋のここの下の部分をピクピクって動かすんです。これ眉、ま、前頭筋動いてるのダメです、ダメです、失敗です。ここは動かさないようにして下まぶただけをピク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 って動かしてみる。めっちゃ前頭筋が、これ NG、ダメです。すごい
これ難しいのでちょっと酸っぱい顔みたいな感じになると思うんですけれども、はい、ここをピクピクって動かすことによって眼精疲労とあと目をパッチリ大きく見せてくれます。これを、今言った5つと前回の3つグーチョキパーを一緒に1週間ちょっとダブルになったんですることいっぱいたくさんあるんですけどももう来週が最終回になります。なので来週はですねスペシャルなメニューを用意しております。石原さとみちゃんに似てきたと思うんですけれどももう本人と見間違うかなっていうぐらいのねはいレベルまでいけたらなと思っておりますのでどうぞお楽しみください。こんにちは、バーナナビューティーのミキと面接体験の木口です。あ、OK 行こうか